さあ寿命を10年延ばすレシピとしては新しいシリーズに入っていきます。口腔内歯のメンテナンスのシリーズですね。で、今までのシリーズ2つ見てきました。まずはそれをおさらいしましょう。1つ目は血管、まあ、全身に張り巡らされている血管なんですけれども、これがまあ基本のメンテナンスで、これをまずしっかりしましょうということを見てきました。で、適正体重に保って血管への負荷をなくす。で、それぞれなりやすい疾患がありましたね。で、それの予防のため、で、高血圧だったらまあ塩は控えめに、で、糖尿病だったら糖はゆっくり取りましょうと。で、脂質異常症にならないために不飽和脂肪酸を取りましょうと。あと、まあ、血管全体痛めてしまうタバコはまずやめましょうということを見てきました。で、これで血管メンテナンスとしては OK。で、もう一つ。で、脳のメンテナンスでは認知症とうつ病を見てきました。で、一番大事なのは睡眠ということで、睡眠で、まあ、どうしたら寝れるかっていうのを見てきましたね。ちゃんと朝起きたときは朝日を浴びましょうとか、寝る前はカフェインを取るのはやめましょうとか、そういったことをして、で、それでもダメなら体温調整。まあ、お風呂なり、まあ、シャワーなりで体温調整をしながら、こう眠りについていただいて、しっかりとした睡眠時間を確保していただくことによって、脳のメンテナンス、脳がちゃんときれいな状態で保たれるというようなことを見てきました。で、この2つで皆さんの、まあ、体はかなり理想的な体に近づいています。さらに理想に近づいていきましょう。今回は歯です。さあ、この口腔内のメンテナンス3つ目標があります。1つ目は歯を失わないこと。で、2つ目は全身疾患の予防治療をするんだっていう意識ですね。で、3個目は口臭をなくすということです。口臭をなくすことによってコミュニケーション、僕ら口臭があると、まあ、コミュニケーションしたくないじゃないですか。だから口臭がない状態で気持ちよくコミュニケーションをしていくことによって、まあ、社会的に、まあ、生活ができると、さっき言ったような、まあ、認知症とかうつ病とかの予防にもなるし、で、何より楽しい人生を送れるっていうことで、まあ、これは一つ大事なトピックかなと思います。なので3つ、これをまあ達成するんだっていう気持ちで、今回口腔内のメンテナンスを見ていきましょう。はい、1つ目は歯を失わないということですね。歯を失う原因、一番はこれだねって皆さん言えますでしょうか。まあ、パッと思いつくのは虫歯、まあ牛だと思うんですけれども、それはまあ30ぐらい前ですね。で、そこから過ぎてくると、ある病気が一番の原因に、その歯が抜けてしまう原因になってしまいます。さあ、答えはこっちです。このグラフで見ていただくと、赤いところですね。赤いところがどんどん増えていくのがわかります。で、歯周病ですね。歯周病、必ず歯と歯茎の間にこうプラークが溜まってしまって炎症を起こしてしまって、で、歯がグラグラになってしまって抜けてしまうというようなことが起きます。この歯周病なんですが、なんと国民の8割がかかってるんじゃないかとも言われます。この統計は少しまあ大げさではあるんですけれども、実際に、まあ、歯科で評価した数はこんな感じですね。歯肉出血と歯周ポケットが4ミリ以上っていう方はどのくらいいるかっていうのはこれで表されています。まあ、各、まあ、4割ずつぐらいいて、で、これに歯石って言って、まあ、プラークの固まったものですね、まあ、それがまあ少しでもあれば、まあ、所見ありということでカウントすると、おおよそ皆さん、まあ、僕らですね、8割ぐらいが歯周病の兆候ありということで8割と言われています。まあ、大げさなんですけど、ただそれだけケアできてないっていうことでもありますので、これは頭に入れておいて、いてもいい数字かなと思います。さあ、もう一つ、全身疾患の予防と治療という意味で、まあ、この口腔内ケアをしていきたいと思います。特に歯周病ですね。なんでそれが全身疾患として、まあ、問題となるかっていうところなんですが、注目していただきたいのは、口の中っていうのは2つのものが豊富です。一つは血流。もう粘膜がこう露出をしていて、ここからまあ血がこう流れているわけなんですよね。すぐ血流に乗ってしまうようなところがある。皮膚ではないですもんね、粘膜。で、もう一つは細菌ですね。これ細菌がかなり数がまあ繁殖します。特にプラークなんか作ってしまうと、そこにも細菌がブワーってなってしまって、そこの細菌とこの血流が豊富なのが加わって、そこからばい菌がこう流れていくわけですね。まあ、この図を見ていきましょう。この図はちょっと英語の論文から引っ張ってきたんですけれども、まあ、歯肉にある、まあ、バイ菌が全身に飛んでいって心臓に悪さをしたり、あるいは血管にまた炎症を起こしてしまったりというようなことで、まあ、さまざまな問題が起きますよというのを表した図です。まあ、そういった形で血管たちを痛めるわけなんですね。また臓器も痛めていきます。で、もう一つ押さえていただきたいのが、
実際にここでこの歯の部分、もう歯肉の部分で炎症を起こしてしまっていることによって、炎症性物質ですね、わーっていって、まあ、免疫に、まあ、頑張れっていうようなサインを流すわけなんですけれども、それが全身に飛んでしまうと、どうなるかというと、全身が非常事態のような感覚になってしまって、ちゃんとした、まあ、代謝が行われなくなるっていうがあります。代表的なのが、まあ、インスリン抵抗性が増すっていう言い方をするんですが、糖尿病になりやすくなるんですね。で、実際糖尿病の方のここの口の中のケアをするだけで糖尿病が良くなったっていう人も結構多くいて、その代謝とこの歯周病の関係はかなり強く言われます。こう血流が豊富なところで炎症が起きているっていうことで、全身に影響を及ぼしてしまうっていうことなんですね。なので、それをどうにかする、まあ、その歯周病をケアするだけで全身の状態が良くなってきます。さあ、最後は口臭ですね。口臭、まあ、直接健康と関係ないんじゃないかと思われるかもしれないですけれども、口臭も結構大事なトピックです。っていうのも、コミュニケーションに直結するからですね。で、人はコミュニケーションを取りながら、まあ、活動することによって、例えば認知症になりにくかったりとか、あるいはそういったことで外に出かけることによって運動するきっかけになるので、それ骨格筋が保たれたりとかするので、コミュニケーション能力が高い状態で保つってすごく大事なことなんですね。また、まあ、ビジネスとかでも、ある程度こういったコミュニケーションが潤滑であれば、ビジネスがうまくいって、まあ、お金とかも入るようになって、で、お金が入ることによって、まあ、健康とか、あるいはまあ心の安定にもつながりますので、まあ、そういったことで口腔内の、まあ、特に口臭のケアをするっていうことは大事なことなんですね。で、それの一番の原因って、皆さん、あ、これだねっていうのを思いつきますでしょうか。まあ、歯周病ですよね。さっき言った細菌が繁殖していることによって口から匂いが出てしまう、あるいは虫歯もそうなんですけれども、まあ、大きい虫歯とかも出てきてしまうと、そこから匂いが出てしまうといったことで、そこをケアするだけで、まあ、僕らはかなりコミュニケーションの一つである、その口臭ですね、口臭を改善することができるわけなんですね。だから、それはそれとしてちゃんと、まあ、見ていくことが大事かなと思います。実際に自分の口臭が気になったっていう人は、まあ、これだけいるんですね。特に女性の方は多いですよね。まあ、8割9割、まあ、多くて、ちょっと男性がギャップがありますけれども、まあ、それでも結構な数の人が、まあ、気にをされているということで、まあ、ここを改善するだけで、まあ、自分に自信が持てたりとか、あるいは積極的に人に会っていったりとかすることで、まあ、認知症とかもうつ病とかも、まあ、減ったりしますので、ぜひここも改善したいところです。さあ、こういった、まあ、3つの目標を見ながら、特に歯周病と虫歯ですね、まあ、そういったものをどうやって改善していこうかっていうのを、今回このシリーズで見ていこうと思います。だから今日はここまでです。お疲れ様でした。